スタートしました。まずは強打者は1番チラジー、タイプの一番リードを取りますが、これを追って6番ケリエーまた1段です。前田が3番のユータ前になっていって1番が6センターの4頭離れて4番の守備ラインで7番アレクサ最高峰番にキバーベット1コーナーを回っています。逆番外回りかけですが3番のユータ3番手から2番手先頭へと追って1コーナーから2コーナー先頭は1番チラジーリードは一橋です。2番手2番手3番ユキラ第2コーナーのガーが一橋後方なので外は6番ペリエそのうち2番シャンキング3番手4番手5条目前から5条目5番ピッチパーフェクト7番ウンサ7番アレクサが行って最後方わずかに遅れて4番の終了の展開です。現場2番のシャンキング最後のコーナー中間から4コーナー残り 400m 前は6番のペリエの上の振りを息が入っているのしてるして3番ユキラ第4コーナーから直線の後方に入ります。あとは4番手5番手の後方半分3番手1番ピッチパーフェクト4番手7番アレクサ残り 150m 先頭6番のベリエール今週3番手2ホール7番の3番池田の3番手1番ピッチパーフェクト先頭アレクサ4番のベリエール会場を取り2番3番ユータ3番4番のピッチパーフェクトその後ろ7番アレクサ Thank you.